先ほど決めさせていただきました。さあ始まってますけど、おさあ最初から龍拳対決ですね。これは熱いですよ。ノブさんは、今はデイトナ勢ですか。デイトの金曜日の対戦会に、参加されてる方ですね。昔結構立川にも来てくれて、僕と始めた時が同じぐらいだったんで、なんかたまにはちょっと来てくれると嬉しいなと思って。さあノブさんは X 剣で、今のは真空がぶっ刺さった感じですね。あ、湘南さんがまず1本。さあノブさんは常日頃から小足レッパを練習していますが、今日は成功することができるのか。おうまい昇竜。昇竜のうまいっすね。熱いですねこれは。うまい。次が回転球場さんの X。あ、なんかステージ変わって、あ、そうか、ハイパーだから変わるんですね。まあ、速さ変わんないから大丈夫か。さあ、立川では全く見ないので、何か何やらって感じです。おー、うまい。ガードして、これはどうなんですかね、わかんないです。川村さん竜使うじゃないですか。なんかないですか、手が。そうですね、やっぱり出川めくりがちょっと 見にくいので、あ、まあダウンしなきゃみたいな。そうですね、竜は転ばした後にめくりでと決めたいところですが、まあ、なかなか湘南さんがそんな気配を見せないので厳しそうな感じですね。さあ湘南さんは、あ、これは湘南さんが2連勝、はい、2連勝。ご中佐シャロさんにですね、はい、マイクをちょっとお願いしたいと思いますんで、いろいろ知ってるんで、はい、一緒にお願いします。はい、はい、お願いします。ありがとうございます。池袋の池袋ホニャララのごちさシャロという名前で出させていただきます。ありがとうございます。さて、湘南さんの相手は、ダッシュザンギさんですね。はい、ダッシュザンギさんはですね、はい、池袋で知らぬ者はいないと言わせた、はい、ザンギフ使いです。はいはい、まあやばいですよね。さっきものじあいめちゃめちゃ練習してた。うわー、なぜ某バルログ使いが散っていくよ、まあ、強さですからね。はい、まあとにかくすごいと、はい、さあ気づいたら、おっとここで湘南さんが一本取ってますよ。さあ湘南さんもね、池袋のラスベガスで、はい、結構常連で来てた方で、大会に、はい、ってことは昔多分結構やられてた。いや、この二人は多分やられてないんですよ。時期が違うんですね。なるほど、時期がちょっと違う。はい、湘南さんは秋葉原の部屋の方でちょっと修行されてる方で、お、これ華麗に決めて、さあこっから行くのか。さあここで出た。うわ、さあダッシュザンギワールドが進んでいく。いや、ファイルずるいんですよ、本当。さっきあれで殺されまくりましたから。まあね、このダッシュザンギにはみんな悶絶するんですよ、本当。はい、悶絶しますよ、こんなんやられたら。さあ湘南さん、ここをプレッシャーに負けずに持っていけるのか。本人けど、ちょっとやっぱり最近やれてなくて衰えてるって言ってましたけど、ね、まあ衰えてこれですからね、全盛期恐ろしいですよ、本当に。大男に読んでる。うわー、けどこれは間に合った。さあここで、さあさっきとは逆のパターン。
こっからプレッシャーがあるが、いけるのか、おっとこで足払い、2の1で、ダッシュ残機、それこそ昔池袋でやってたもの同士と、そうですね、はい、あの昔の池袋対決みたいな感じですね。なるほど、時を超えて立川で、さあこれ座れていくが、これは死ぬやつじゃないですか、死ぬやつですね、はい、ちなみにあのザンギのショーパンチスクリューの最初のショーパンチのところはガードする前は N ダルの投げ前なんで、あ、ってことは投げ返せばいいさ、そこは、なるほど、やりようはあります。そして対空はしゃがみ大パンチがいいですよ、しゃがみ大パンチ、そう、あ、今のそう、しゃがみ大パンチ出してればとりあえずなんとかなります。なるほど、これは今度はザンギが死ぬやつ、そうですね、はい、うん、あー、うまいな、試合中に教えて、何教えてんだって立ったんだ、ちょっと、はい、さあこれサーブ、イミナシさんが取り返して、あーっていうと、さあヨガファイヤーからこの大パンチがね、他のダルシムに長いんですよ。そうですね、はい、そしてすごい前に歩きますね、ほんと、おっとここで返したぞ、そこはもう投げ返すしかないんですよ、はい、さあダルシム、ダッシュザンギさん2連勝、はい、2の1でダッシュザンギさんの勝利。今日はなんかあっちまでラーメン食ってからこっちに来てたみたいです、ツイッターを見た感じ。あ、なるほど、やっぱ、はい、ラーメンでできた男ですね、はい、はい、まあうわーピュッタ。さあそして苗場さんは今回はガイド、いつもはね X のチュンリーなんですが、まあ、今日はガイドということで2キャラ持ちってことで、1キャラ目はとりあえずガイド、はい、ちょっとね、はい、パーフェクト手慣れた感じで、はい、さあでもね、ダスザンギさんね、あの試合中に補正する人なんで、さあこの先は怖いですよ。これはさあそしてこのチャブ台がこれがね、何度も食らうんですよ、はい、またやばい、これはあ、そうなりますよね。もうね、これをね、池袋で何度見たことか、はい、まあ、よく見た光景と、はい、ラウンド1は超速いですもんね、はい、さあ、ちょっとうわっとここでうわお、3まで返した、お、素晴らしい、はい、うわそう、これね、はい、読んでるんですよ、これは、はい、次が、2の1でスザンギセロテープさん、はい、これはお、さあセロテープさんはね、卓越された読みと長年の貯金の力でと思ってましたが、おっといつの間にかいろいろ言う前に試合が終わってるんですけど、あー、これはすごいですね、4番目だけど、すごいな、これちょっとヤバくないですか、ヤバい、ヤバい、おい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 、マジかよ、あ、すり返した、こっから行くか、おい、さあ、ある、さあ、あるよ、あるよ、はい、はい、次が、トネピーさんの X ホンダ、このダッシュ残業の、ね、プレッシャーが恐ろしいんですよ。そうですね、っていうかもう本当に東京いた時ちょうど僕始めた頃だったんですけど、マジで一回も勝てなかったんですよ、うん、ただこれはいい感じで、いやーいいっすね、これはトネピーさんが1本取って結構完封に近い内容、うん、さあここからいけるのか、どうしようもない感じの、まあ、1回飛べばね、なんとかなるんですけどね、あ、ちょっとちゃんと引きつけた、さあここでさあ、そっちなんだ、そう、このね、はい、これは油断するとダメなんですよ、あ、うわー、開幕鋭い、さあこれで、うわ返していく、スーパーで返す、マジっすかこれ、次はやってたかだっていう話なんですね、愛用のターボ T ザンギで、うん、結構ザンギってあのシリーズごとに違いますよね、あ、でもスクリューの前同じっすよ、あ、そうなんですか、はい、ダイヤ
足の長さ結構違います。台足は D と T が長いですね。あと持続が長い、はい、あとしゃがみの位も D と T はちょっと小さいですね。さあこれでこれはまた追加した、うまい。今のダブラリでちょっと返すのがやばいですね。取り返す。止まんない7連勝。次が、カップ S2 ですか。タゲ勢の方なんですよね。けど X もめっちゃうまいですよ。去年くらいからですね、オスロの方に一緒に、やるようになって。大昇龍。やばい。これは。タツマキは読まれてるか。からあのめくりボディが全部昇龍出しても、ね、ガードになっちゃうんですよね。あれすごいですよね。ちゃんとできるっていうのは。なんであんなになるんだ。さあ龍はこれは残儀には近寄られないように処理したいですよね。まあ近寄られたら終わりますからね。昇龍が出て、うわー、うわー、はい、うわこれやばいぞ。8連勝、8連勝ですか。はい、じゃああれ7連勝だ。8連勝じゃなかった。ファイバー多分調子出るといいだけど、これは火力差が おー、ピヨった。これはあーとダッシュザンギさん飛び込みがうまいですね。足で止まんないぞこれ。うわーもう揉んで台足、8連勝待っていただきたい。2桁が見えてきましたよ。そろそろまあ、わあ、うわ、やりたい放題。やっぱダッシュ談義のスクリューのヘリはすごいですよね。そうですけど、いろいろやばいですね。3分の1ぐらい減ってますか。ああ談義がゆっくり近寄ってきますね。これはやばい、やばい、ダッシュ、やばい。これはナイス、ナイス。ああしっかり対空を、はい、対空のキツラが刺さりまくってますか。うおー、うまい。さあめくり、あれの判定もちょっと違う気がする。さあ DJ はここから守りきれるか。これはそろそろ台足を振ってる。これはいけるでしょう。さあまだワンチャンありますよ。ここからおい、はい、あ小山さんは立川一のフル株のプレイヤーさんですね。なんか昔凱旋門ってゲーセンがあったらしくて、そこでやっていたと、はい、あの一番最初のソブさんもなんか微妙にやってたらしくて、そうですね、すごくなんかあのスト2ターボの時にすごく行列ができるぐらい流行っていたと、なんか駅のとこまで並んでたとかっていう話聞きましたけど、もうちょっと伝説ですよね。さあ小山さんは一つがもうできて出た時に、はい、リアルタイムで対戦されてたそうですね。そうですよね。
N ですか、ノーマルの疎通が出た時に対戦されてたと、立川で。疎通出た時なんて僕まだ幼稚園でしたからね。世代の差が、時代があります。あ、けどサルさんの DJ がかなりいい感じで、あ、立川で一番のフルカーブ、小山さん頑張っていただきたい。はい、1本ずつ取って3本目。僕も最近ちょっと DJ 使ってみたんですけど、はいはい、相手にこうならないじゃないですか。に絶対勝てないし、いやいやいや、うまいよな。ああ、そうです、しっかり返す。もうシャルさんはやっぱり何使われてもうまいですよね。龍にしても DJ にしてもなんかしっかりした動きというか、いまだに僕はボスト2のしっかりした動きのしっかりしたっていう意味がよく分かってないです。さあ龍、こっからどうする。あーあー、しっかり見てる、2連勝。次が、主催されていたターボ稲城さん、マイクをお願いします。どうも、はじめまして。初めてじゃない方もたくさんいらっしゃいますけども、今日はあのいい解説ができればよろしいかなと思ってますね、はい、よろしくお願いします、はい、さあ、ごちうさシャロさんはもう池袋ベガスのおなじみの、そうですね、もう変な N ダルですけども、これがどうしても勝てないと口を言う人もいますけども、早速入りました、足取りで。さあ、この N ダルシム攻略しないと、またあの8連勝とかなっちゃって困りますからね。そうですよね、全然ありますからね。 2,3 連勝ぐらいまでで食い止めたいところですけど、初代一つ番長ですから、このドリル投げがなんか分かってても返しにくいですよね。そうですね、これはあのハイパーソースならではというか。さあ、そんなこと言ってる間に遠くから、さあ DJ を決めたい。これがここが勝負どころですね。距離が取られてしまって、なんか今のあのフレームの誤爆なのか狙いなのか分かりませんけど、走行してる間にこの変な N ダルシムを、やっぱり対戦会を開くとこれだけ集まっていただける、まだこのゲームは捨てたもんじゃないかなと。そうですね、本当に嬉しい限りですね。さあ、18歳と、18歳、40、あんま年のことは言っちゃいけないけど、あれですね、もう年でいったら干支が一回り以上は絶対違うよという組み合わせ、それがこのゲームの醍醐味でもありますね。18歳というと一つより若いですよね。最近まで高校生ですね。最高ですね。さあ、このティーンネイジャーが繰り出す真空投げがあるかもしれませんよ。あ、ないか。真空投げはあのもう封印されてますよね。こんな話もできる人が少なくなってきたこんな時代ですけども。はい。さあ、続けて見てまいりましょう。おっと、うまい。さあ、投げ返し。これは続いて進行してまいりましたね。さあ、猫集め仮面さんはですね、ミカード、そしてデイトナ、はい、VS と、もうあちこちに、行かれているやる気勢の方ですね。やる気勢、メインは X バイソンですかね。 X バイソン、今日はハイパーなんでターボサガット。まあ、これはあの近年まれ見るハゲ対決というやつですね。ハゲ対決、さあどちらが制すのか、インド代表か、タイ代表か。さあ、ごちうさシャドさんはベガスで、さあ、ダッシュサガットとやってますよね。そうですね、もう散々やってるでしょうね、はい、飽きるくらいやってるでしょうね。さあ、ちょっとここはあのハゲ対決だけに、ハゲ一辺倒の戦いにならないように、
さあ、このガード不能のリバーサルハッパーカットが入って、この接近戦になんとか持ち込みたいところですが、さあどうでしょう。ああ、エヌダルシムのスライディングはちょっと長い気がしませんか。そうですね、気がというか多分長いですね。これはちょっとね、なんか画面半分ぐらいスライディングしてる感じしますよね。1画面ぐらい動いてる。これは被害妄想もありますよ。お、投げ返し。こういう土俵にはかなり強い、はい、シュンさんですね。シュン、さあシュンさんは立川勢の X 剣使い、あ、仕事が忙しくてですね、たまにしか、たまに一通はできないらしいんですけど、まあ、大体たまにでですからね、我々はね。今日は、仕事の合間を来て、あの合間に来ていただきました。ありがとうございます。さあ、通常は不利とさせる龍拳対ダルシム、あー、削り切れずに、さあ、ここが一番楽しいところ。最後は頂点からしか出せないドリルで締めくくりました。さあ、ステージはジャマイカ、このドリル投げをなんとかしないと、いつまでたってもこの地獄から抜け出せない。龍拳はちょっとこれは何回もやらないときついんですけどね。そうですよね、出会うこのダルシムはちょっと、さあ、掴んで膝地獄とかにね、持ってきたところはあるんですけど、あー、ここは冷静な対応ですね。ありがとうございます。はい、カブツくん、ノーマルバイソン、これダッシュバイソンですね。あ、ノーマルバイソン使えないからね。さあ、なんとかこの火力を生かして、火力を生かして倒したいところですけど、どうでしょうか。いやー、でもなんかハイパーならではの組み合わせという感じで、すごくいいんですよね。バイソン勝っちゃいましたからね。さあ、この勢いで、この勢いでなんとかこのハゲを止めたいところですが、あーっと、これはもう完全に勝ちモードでしたね。マグロさん、お願いします。マグロさん、なかなかテンポが早い試合で、あ、いや、まだ終わってないです。さあ、ピヨッテ、おーっと、これはダッシュバイソンがいけるかも。あー、投げ返しました。マイク・タイソンが投げ返しました。なんか狙っていたかのようなノーマル残機が出てきましたね。さあ、マグロさんはですね、静岡県は富士のミラクルドームから、今日は来ていただきました。ミラクルドーム、ミラクルドームの外でということですね。さあ、あれよあれよという間にノーマルザンギが1ラウンド選手、ミラクルドームだけに果たしてミラクルを起こせるのか。あ、これバイソン側がミラクルを起こさなきゃダメですね。大変失礼しました。ミラクルドームのこの組み合わせはちょっと厳しい気がします。あー、これはまあ下馬評を覆せず、立川勢ですね、立川勢のエクスガイル使い。じゃあ、ではこれは立川勢対決ということになりますかね。と、毎週金曜日はですね、比較的集まることが多くてですね、兄さんは大抵来ていただいてますね。最近賞勢ということ、はい。さあ、まあ通常であればガエル有利というハイパーもクソもないカードですけども、さあ、これに対して一番厳しいノーマルザンギ。さあ、対空しっかりして、さあ、無難にガエルが先制ということですね。これ一回でも近づいて、なんとか先制を取りたいところですが、しっかり対空、ソニックからのしっかり対空で距離を取らせない、相打ち OK ですね。これはね、ラリアットも前に進めませんので、おっとおっと、今一歩歩いて吸い込みましたね。見逃しません、このスクリュー。さあ、1本ずつ取って3本目。さあ、対空しっかり変わらず、
頼らせたら後がないかもしれないこの対決。ソニック、ソニックでなんとか距離を取る。さあでも一瞬でも気がつけない、息をつけない、決めません。最後削り切ってガエルが勝ちました。さあヤンクミさんもミラクルドーム勢の方ですね。今日は、静岡からそうですね、アルバルアルバル車で来ていただきました。私もあの静岡にあのミラクルドームさんの大会に突然行かせてもらった縁もありまして、はい、今日本当に来ていただいて感謝感謝の雨あられです。ミラクルドームはなんかすごく広くて、うん、なんかすごくいいゲームセンターでしたね。おー、うまい。前列が入って黄色いチュンリーも珍しいですね、最近ね。あんまり見かけないですけど、これ黄色ですか。黄色ですね。なんかちょっとオレンジ色に見えますね。これ 新キャラですね、それは。おー、サーマーが入って、飛行機、飛行機とソニックと打ち合いで打ち合いで、さあここはガエルが画面端で追い詰めての押し切った感じですね。さあ勝負の3本目、ここはお互い無茶をせず牽制し合って飛び道具で、さあ投げに行ってもこれはエクソスですから受け身がありますから、どこで勝負をかけるのか。投げも決め手にはなりませんが、さあまだどちらが優位とも言えない展開で、さあガエルが最後は投げで締めくくって、ありがとうございます。さあ小鉄さんは X 勢の強豪プレイヤーですよ。転ばせたらどうなってしまうのか。寄らせて93打が入って試合終了と。ここで解説が変わりまして、さあ実況変わりました。小鉄さんでしたっけ、小鉄でバルログさん、確かランプルでやってらっしゃるあの小鉄さんかな。うん、そうですね、その方が、まあ、無事ですね、あっという間に知ってるがかかる技がいっぱいあって非常に面白い攻めができるキャラとなっております。そしてさあこのバルログのバルソナに対してもまあね、振り向き頭突きとか使うと結構いろいろ対処できるんで結構面白いキャラになってますよ。さあそして腹から投げると、さあちなみに私はこのバルログとホンダのお互いに待ってる時がすんごい大好きです。これこそストツーって感じがする、ね、すごい嫌な時間でもないですけどね。いやこれストツーの本質はこれですよやっぱり、はい、さあストツーの本質が語られたところで勝負の2本目がやってまいりました。さあどんどん前にプロレスさんが前に詰めていくが、そしてこのねゴッツアンチョップでの返しが非常にうまいですね。腕を取ることとか考えてますよね、うん、ただ小鉄さんもその四角にうまく刺さるようにバラス塗ってますね。四角は何でしたっけ、あの近藤さん用語でバミューダでしたっけ、うん、ヘッドアングルですね。そうですね、はい、さあここからなんといったところ、あこれ吸い込まれてしまう、吸い込まれてしまって、あーもうベガなんですけどね。そうですね、はい、シュベガが嫌がられるということで、はい、ターボベガに転向したという。そしてはい、世界三大分け、ガード分かんない最高っていうのがありまして、ね、藤田さん、ターボ意味なしさん、川村さん、この3人ですね、はい、さあ話してる間に小鉄さんがどんどん詰めていくが、さあここでさあソニックが、この火力、はい、ソニック一発で今1センチぐらい減りましたね。あの N ガイルはあのソニック打つときに暗い判定が前に出ないんで、ああいうとき強いんですよね、はい、さあサマーを吸い込む、このねサマーを吸い込むこのイズナドロップが、これは右も左もわからない、はい、おっとガード、さあここからがというところで、
バルログの、あのバルセロナはもうガード分かんないときはずっと同じ方向にいるときがいいですよ。そうですね、はい、2分の1にかけるという意味では同じ方向にガードした方がいいかもしれません。はい、さあそんな参考書のような話が出るところで総務の3本目さあどうでガードしたするのか、うん、多分今同じ方向だったような気がしますね。お手を今度いつなに変えていく。そしてさあ飛び越しから投げ、おうまい。さあいろいろバリエーションを借りて変えて同時に差し合うとガード差し掛けてそれでちょっとって感じなんですけどね、はい、さあ水色の道着をまとった懐かしのカラーのリュウが、あそこで、リュウ、調理を打った水木さんもすごいんですがそれをガードしたポテスさんさらにすごいですね。そして、まあ、冷静にここは差し合いたいところ爪がグーズアグサと入って、うん、ポテスさんの処理ですね。そうですね。さあ1本ですか。さあ総流から待っていたとばかりに勝利権が入ってさあこのどっちかわからないガードを避けたいところで思わずバックジャンプをしました。2の1でポテスさんの処理。さあ次はもみお。さあそして、もみおさんはですねいろんなキャラを使うのがすごくうまい方で、あとその千葉のねもう、ええ若手のそのエースというか若手としてもそんなに今、うん、まあそうですけどさあちょっとそこはいそんなこと言ってる間にさあ2ハメもろともせずに対空があるのでハマってはいませんが、はい、あとディーベガはバルセロナは全部クックロビンで返せるんで、あクックロビンって逃げジャンプ大パンチですねはいはい、さあ左もわからないこのさあガードしろ。地獄に入ってしまった。さあ一回投げで。おーっとここはハイパーならではの。これ使う人あまりいませんからね。英邦さん的に最近のすごいヒットらしいですね。座っておここで投げを投げ返して。さあうまくタックをかけていく。おーっとフェムラスク。しかし小鉄さんも切り返しのパターンがすごく多く持ってらっしゃいますね。うんすごいです。さあここから地獄に入ろうにもさあ爪を取って爪を取って気持ちよく攻めていく、うん、おっとこれは右も左もわからない状態でこれマシンガンで返せないんですかね。頭打ちのバルセロナは返せるんですけど低いバルセロナは返せないんですよ。そうなるともうめくりめくりであとイズナも返せないですよ。さあここからどうやって高い打倒というところで日本連勝で、さあ続きましてウコ。そんな懐かしい話もありますが、はい、タイガークラッシュで往復して時には大パンプされたと。さあそういうことを言ってる間に早くもこの地獄を元おっとこの2択でさあこれスならではの2足で、はい、これをやられるとこの火力でどうでしょう、はい、特にこ の, クラッシュつかつか投げがこれ返せないんですよ。本当分かんなくてあったものではないこの、はい、さあでも気をつけませんさあでもなんとかなりますよ。まだまだ怖い怖い。さあこちらも何でもやるぞと、はい、言わんばかりのものそしてさあして勝負やりさあ、この力さが逃げたので、この組み合わせは、ね、そしてその気持ちをまろやかな顔の N 流に込めて。さあ、これはまあよくある。おっと、うまいですね。対決の組み合わせ。あー、向こう側に出てしまって。これはあまりやられる方向に初めての止まったものではないという。そうですね。我々やられ慣れてますね。まあ我々はねもう右近さんの往復は散々食らってますからね、はい、100回200回じゃ済まないですから、はい、ノーマルリュウとノーマルリュウのリティングに対して火力でなんとかそうあっとこのいい攻めさあこれねこっから漫画のような戦いでおうまいなんとか1本これで取り返してさあ勝負の3本目、うん、これ N 流はジャンプ軌道がベガに近いんでさあいけるかしばらいが全部入ってまたそして
入る。最後は巴投げ。さあルサオさん、ここで見せました男っていうような仲良しコンビで、今日静岡勢が逆転してるんで、さあ、はい、これでいいです。さあ、あと抜けて決める。投げて、ノーマルリューってどうなんですかね。相性が好き。終わった、うん、今のがカウンターの処理で、そうですね、あのカウンターの処理権が倍のダメージが出したね。そしてさあ、動拳一発からの、さあ、ジャンプ大観、ショーパン、ジャブ波動拳が久々に切りましたね。さあ、このノーマル竜が出てくるのも、こういう対戦会ならではの、そんなだと思いますけど。さあ、ヌズルで、ブサブサの勝利。あまり見られなかった、竜拳対決、竜対竜と。この竜対竜を、話せばキリがない。これが普通の世界ではありますけども、さあ、エノル対する弾の打ち合いですね、はい、弾の打ち合いを制する者が試合を制する、決める。さあ、武蔵さん、今日は同情しの精度が高いですね。今さりげなく出ましたね、あの昭和市昭和市アッパーでピヨンってしまうという、はい、この火力がとてもいいゲームです。とてもいいゲームですね。あれで試合が決まってもしまうこともありますからね。さあ、波動波動で遠くから打ち合って、ファイヤー、さあ投げを投げ返して、さあ、この壊し連打でダメージをあっさり奪って試合をひっくり返して、うまいぞ。さあ、ジャックアッシュ連打、火力はあるんですけどね、はい、火力が、でもやっぱりこの火力プラスある。ここはノーマルリュータでターボチュニーという珍しいまた組み合わせで、一つを愛する者たちならではの組み合わせといったところでしょうかね。ちょっとあの相方が引っ込んじゃってるんで、私ターボチュニーが解説を取り付けていただきます。さあ、遠くからフリフリと言われるターボチュニーの球の試合で、どうも大丈夫ですか。T 中はですね、あの低空 の、 あの空中スピニングバードとかで波動拳とか余拳とかしか熱いですね。あ、これはトアマの節合いをしてしょうがないんですけど、うん、付き合っては付き合っては、さあ、これはノーマルリーとしてはなんとか懐に入りたいところではありますよね。どうしたら弾の試合で、あの火力で、残りは時間は1秒、初の時間切れですかね。あの基本的にターボのチュンリー、ダルシム、あのバルログはもう攻撃力がもうゴミなんで、あの B、弱、中ですから。そう、それでこれです。あ、上手に空中スピニングで飛び道具を抜けて、まるで竜巻戦争客のように、はい。さあ、で旋回が終わって足があのくるってなるときが無敵なんですよ、T チューンは。若干専門性がある技ですね。はい、まあ、あの出そうと思っても誰でもできる技ではないですけども、うまい。ここははい、読んでますね。投げに行ったところを完全にバックジャンプで、あと結構あの T チューンとか使ってみて飛行拳が出しづらいって多いと思うんですけど、まあ、ショーパンとダイパンとずらしをするところを出しやすいんで、ここで勝負役率、そして懐かしの三段が入って、今の三段攻撃を指定したのはなかなか、そうです、素晴らしいですね。そしてここから、あ、最後は渋い締めくりで、はい、ありがとうございます。これ勝ち抜き戦の性質上、最初にやっぱりこう本命ではないキャラが出てくるという、そうですね、そういうことが予想されますね。だん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 真剣勝負に近づいていくと、こんなことが予想されますけど、さあ、なんか武蔵さん、今日はとても調子がいいような気がしますが、初代一通の主人公が、あ、意地を見せるところですね。で投げて、さあ、印象強い感じが見せて、これはノーマルでジャッシュリーの対決ですね。そうですね、はい、よく見ると、さあ、ここは有権対決はね、どのジャンルを使っても似たり寄ったりになりがちですが、ところがどっこい、球のスピードも
すべての基本技も違ったり、火力も違ったり、面白い試合になりますね。ただノーマルの龍拳はジャンプがちょっと軌道が違いまして、まあ、ベガに近いような軌道になってますね、はい、そうですね、ちょっと変則なジャンプでたまに座れるとテクニカー性がとかわからないなっていうこともよくある、はい、さあこのノーマル龍あの足払いが連続で入っちゃうと試合がひっくり返ったり優勢になったりいろいろですけど、さあ走行してるうちにこれで1本ずつ取って最後3本目ですね。この龍対龍対決、初代かダッシュかどちらが勝負を進むか。さあ地元でも静岡でも散々やり合ってるこの2人なんでしょうけども、まあ、今のところはそうですね、勝利権にちょっと返せるパターンことこの場所でしたけど、逃した感じですね。さあこれ飛び蹴りから、さあ蹴りが似合わない、さあ後はないが、おっとミスったぞ。今の前はちょっと難しい前ですね、うん、足バレを決める、最後足バレを制して、次中さん、さあ中さん X キャミン、人違いでなければもしかしたら社長さん の, あの友人の中さんのような気がしたんですが、どうですかね。今プレイ中なんで、はい、ですね、はあ、さあ投げて、さあ小足連打であっという間にスクリュー一発目ぐらい持ってましたけど、はい、どうでしょうね。スパイラルで最後削りきって、私昔対戦したことがあるんですけど、はい、ものすごい動きをされるすごい方なんですよ。なるほどですね、キャミーはの疲れる方にはやっぱりこう中村くんなんかも含めて変則的な人が多いですよね、はい、すごいプレイヤーがとても多いので、さあそうは言ってもこの N 流の火力に苦しめられている人が多い中で、さあ決めた、さあ気持ちよく足払いにキャノンスパイクを当てて、さあここでノーマル一つ、さあここまでの連勝記録はダッシュダンジさんの8連勝ですか、うん、さあここから2キャラ目に入りこの記録を超える方が出るのか、めくりをスピンドライブで抜けて、さあタイミングを、おっとここで素晴らしい今のさあターボイミナスさんは元タッカーの展開の主催者ですね。あーやばい、あーすげえ早い、ハードリューをこよなく愛する、いやーこれで今の風鈴が分かりにくいですね。僕がちょっと確かでやってた時はやってたっていうか今もやってるんですけど、中さんにいろいろ教えてもらったので個人的には中さんに頑張ってもらいたい。画面端でいっちゃいそうな、おっと、おお、はい、中さんが分かった、はい、あーっと波動で抜けて前に、さあキャノンで切り返して、いや今の竜巻は完全に読まれてましたね。そうですね、しっかりキャノンが打たれました。さあルールが入って、あーこれ上まで無敵なやつなんですね、ゲージがないから。
さあ S 流は昇竜は完全に上昇無敵、竜巻からめくり投げて昇竜うわ冷静だった、2連勝かな、2連勝です。あヘイデあヘイデやってました、遊んでる方ということなんですけど、なるほどなるほど、通りで西の方の方じゃないんですね、なるほど。さあ、おっと梅さんはですね、先ほどちょっとお話ししたんですけど、はい、なんとですね、はい、住んでる場所が、はい、歌舞伎くんと同じ東山都市と、え、マジっすか、そうなんですマジか、はい、じゃあ今日はバスかモノレールで来てますね。いやいやいや、それは立川の金曜日など来てほしいっすね、来てくれると思いますので、はい、よろしくお願いします、はい。さあ2段からうわこれがいやー強いな、中さん3連勝ダッシュバイソンいいんすよ、あー出たパンパンが出ましたね、うわいやーいいっすね、キャミ相手にパンパンしていくいいですね、いやーけどあの匂い棒が、ま、いやー透かし投げ、いやーこれはちょっときついか、あーっとうまい、おーっと最後は投げ、はい、ここでちょっとですね、まあ、スピードが出すと違うのでまたそしてダッシュバイソンが、あーけどこれやばいやつですね、今の竜巻加工の無敵で、またあのアッパーが光ると悲しい気持ちになる、あー掴んだ、さあ一択は表、あーこれはダブルかな、はいダブル、あ変なおじさんはですね、はい、ミラクルドーム勢なんですが、今の小足からの同時押しですね、はい、これがもうあの好きで、とても好きな方ですね、なるほど、もう必ず狙ってきます、食らうとかなりこうどけでもないみたいな感じですよね、切りますか、うわー出たい、これはいやーピョッター、そういいんです、いやー頑張れ頑張れ頑張れバイソン、うわーもうこれは結構悲しいやつですね、おーピョッター、うわうわさあ入らないのにあの中パンチをね出していくという、さあこの火力だけで見れないですねこういう時はね、いろいろありますけどねさあここは普通に、あーこれがこれ迂闊に飛び込むとすぐピヨってしまうというこの、そうっすね、もう火力火力でこれね暗い投げも許さないというこの展開、さあ彼はあの先ほどウコンの力さんはあのダッシュサガットであの頑張ってましたけど、どっちが本命なのかこれだと分かりません ね、 そうね、むしろこっちの方 が、 こっちの方がさあブン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 振り回してワンチャンにかける、さあ丁寧に返すターボ流には火力はありませんが一発があるバイソン、これあのターボのバイソンだったらあの波動拳を抜けられるんですけど、これなかなかダッシュないですよね、ないのでさあどこかで、はい、もうこれは打開していかないと、これはさあ今ちょっとこっそりクリンチに行こうとしましたけど、ピヨりながら負けるという壮絶な試合になってくれました。さあ3本目ダブルノックアウトはさっきでしたね、そうですね、今回はダブルノックアウトがあるのか、さあなんか今ターボと間違えてターンパンチで避けようとしてましたけど、けどこの、まあ、波動拳を打たれる流れになると、まあ大体こうなってしまいますね、まあまあ今の中間、さあ攻めて攻めて
もしかしたらファイナルを貯めてるかもしれないこのバイソン。あ、でも今足出ましたね。足出ましたね。あ、さあ最後は火力はあったんですけど、ノーマル減点回避ということでしょうかね、これはね。さあそこで一回吸い込んでしまえばと、そういうカードですが出ました、タッチスクリュー。さあそこから、ここはもうあのターボの竜はあのリバーサルの勝利点も竜巻戦闘権もあるので、ここはもう駆け引きがね、出てくるところでありますけども、さあそうは言ってもどちらも火力はピオリッチなりと強い中での駆け引きで、さあ思い切って歩き投げが決まったタブリュー。さあ対空の昇竜拳をしっかりしながら、上も見ながら下も見ながらと、ちょっと忙しい試合になってきましたが、さあ残り時間は4秒3秒と、さあ最後決めに行ったスクリューがショーパンチと、さあこの立ち合い、ジャンプをすべてタッチショーキックで落とせるこのスクリューが入って、もう一回入って、もう一回入ると試合が終わってしまう。さあちょっとジャンプを間違えてしまって、さあ波動波動で押して、このシリーズ最速の波動拳を持ってますけど、さあしっかり対空上も見て、波動波動もう一発でピオルよと脅しをかけて前に出る。おっと対空の立ち蹴りが空振って、あっと今若干投げようとして、最後は対空、対空というか起き上がりのリバーサー勝利拳が見られて試合終了と。さあ3本目、あのジャッキックが、そうですね、完全対空になってる間合いがあるので、何か出すと食らってしまう間合いではありますけど、ただ何も出さなければさっきのように空振ってしまうんでね、これはなかなかフロート好みな、さあ試合になってラリアットで前に進めませんので、ひたすらひたすら我慢我慢のザンギが前に出ていって、その場で回ってもしょうがないので、少しずつ前へ前へ自分の体力を削りながら進んでいきますが、さあ残り時間が10秒を切ろうかというところで、お疲れ様です。次が中ありがとうございます。これは波動、また波動には絶対10秒も早いです。そうですね、火力はただはい、S 剣の方があると思うので、なるほど、火力も見ながら、いや走行してるうちに足払いは基本一緒なんでしょうけど、ダメージ値はやっぱり SK の方が強いですよね。さあ龍拳対決一つとってもこの組み合わせ次第で妙がたくさんあるという、色もたくさん、いろいろたくさんと、そんな一つの夢が詰まったカードが最後は接戦になって足払いです。さあ渋い戦いになってきました。さあ序盤は波動を飛ぶのか飛ばないのか、そんなところが最初の予言になっちゃうような、そういうカードですが、どうでしょうか。足払いに、さあ久々に見ました、波動拳を竜巻で抜けるという、昔ながらでは、そうですね、ダッシュとターボの竜にしかない上昇中無敵という、まあその時間も短いようですけど、さあ走行してみて、足払いを見て、まあ見たか見てないか、歩いて投げてと、よくある景色ですけど、さあトリッキーなことをどちらが仕掛けていくのか、今のはいい壊しアッパーがね、出ましたね、空振ってもいや痛くになるという、さあ起き上がりをミスると、この対決は試合が終わってしまう、さあ波動波動で押し切って、ターボリューが勝利を挙げました。これで、はい、さあ仕切り直して開幕含めて龍対龍ということで、はい、さあこれも性能が同じかと思うと、はい、ところがどっこい全然違うキャラ対決になってますが、
さあ龍対龍でも、いやこれは上手に返して、これ波動拳のスピードは同じですけど、火力も違うし、あのコマンド入力の難しさもダッシュの方が難しいみたいですよね。あ、そういう、はい、そういう難しさも含めると、はい、どういう試合になっていくのか、単純な火力差だけではないという、この奥が深い。いやーうまい。さあ足払い合戦に持ち込んで、さあ対空タッチアッパーが入って、音が気持ちいいですね、ダッシュもカーブも。さあ波動波動でスピードは一緒ですが打ち合いには付き合わない。さあ読み合いを制して蹴り一発で試合が終わるレベル。おー、さあ最後は昇竜拳が出なかったか、はい、ありがとうございます。 X をメインでいつもやられてる方も増えてきてるんじゃないかと思う今日この頃です。さあ、あの垂直の竜巻を避けて、これはやっぱダッシュ流とか、これはそうですね、あんまり有利不利をつけるのも難しい。熟練になってくるとあんまりもう何使っても龍対龍は龍対龍みたいなところがやっぱりあるので、あーなるほど、なんとも言えませんが、真空波動拳があるしと、火力はダッシュのがあるしと、はい、そうこうしないのに一つ間違えるとダッシュの竜は悪魔と化すので、その辺が見どころかなと思いますね、はい、さあファイヤー波動拳で転がして勝負をかけたい X 竜と、はい、あけどやっぱり一発でダッシュ竜の方が早いです。そうですね、受け身があったりなかったり、まあ、いろんなああいう空投げも一発が、さあこうなると厳しいところがありますね。ですよね。よいしょ。でしょう。さあ、解説していたからにはみんなの動きをよく分かっているかもしれません。さあ、立川の若手のエース、サブくん。さあ、ここはサブくんはですね、ラウルさんとよくやっていますんで、流線は結構慣れてると思うんですよね。さあただサルさんはダッシュの竜、いやでもこれはスーパーコンボ警戒しての、あのしゃがみ中パンチかなんかに勝利が出ましたね今ね。しゃがみ中パンチから、さあ勝負強いですね今ね。さあこれは一般的にはバイソンの方がいいようなカードにも見えるんですけど、さあ分かりません、これは火力ありますからね。さあもう一発入るとピョッとしまう、恐れずに前へ前へ、さあ掴んで最後はスパコンで削って、彼は疎通を入れるのにどれぐらいか、タブキ君はまだでも5年ぐらいですね。素晴らしいですね、今の戦略は素晴らしい。もともとはですね鉄拳勢なんですよね。鉄拳としてあと音ゲーですか。あーなるほどですね。さあ走行しているうちにバイソンが、キャロさんはターボのブランカー、さあ電気を発していきますが、しっかり落ち着いてしゃがみ台キック、さあ知らない間に3発でピオラされて、さあどっちか上も下もどうやって返していいのか、どう対応したらいいのか、これあんまりこうにらみつけてるようなこの動きから、前へ上下へ、さあしっかりヘッドバトル返して、最後はローリング、まずはターボブランカが1本、ターボのブランカは上下に行ったり左右に行ったり、こうここまでわけわからないことになるんですね。さあキャラ差的には圧倒的にスパイソンと思われるこの組み合わせですが、あんまり見たことがないとキャラ差もクソもないような気もしますが、歌舞伎君はしっかり対応できるか。さあ対空アッパーダッシュが入って、
ダッシュアッパーを上手に使って、さあ3回連続で入って、ブランカーは厳しいか。さあカウンター電気が入って、あと噛みつきからの最後はああいう長径で、さあ対応しだしましたね。勝負の3本目。さあ開幕電気は分かっていましたと言わんばかりの、さあ火力火力で攻め立てて、しっかり対空アッパー。さあこれは投げはめも返して、あーこれは厳しい。ここがスパコンですね。はい、ヤンヤンクビさんの X チューリーですね。さあこれはあの卒 X の中では四天王に入るこの組み合わせでと言われてる組み合わせですけど、どういう風に試合の流れは動いていくのか。さあ天照客空振ったところしっかりと落としてくぐってクリンチで安定して強いですね。さあ遠くから気候圏気候圏で距離を取って、チュンリーが距離を取りたい。チュンリーが、さあ羽生君はチュンリー戦は得意なんでしょうかね。一瞬で距離を詰めてきますからね。さあこの X バイソンの、さあ消えたところで戦列、投げが減った、投げで最後は受け身も無視と、最後はチュンリーが押し切って一本一本で、さあ手痛い相打ちの後は、さあこれは投げの受け身の流れを考えると X バイソンのクリンチがある方がその部分は有利なのかもしれませんが、さあどういう風に試合は動いていくのか。前へ出ながらもしっかりためを作って、最後は戦列が綺麗に入ってカウンターに入りまして、ありがとうございました。あっとこれあのミラクルドーム対決再びっていう感じじゃないですかね。あ、まあ知りますよね。これ結構多分ミラクルドームでやってるんじゃないかと思われるんですが、はい、これ死にます、死にますね。うわー歩いて光った。いやーこれは結構なんか雰囲気的にはマグロさんが結構 やってる感じなんじゃないのかな。そうっすね、これは厳しい、しっかり検証。で、おーっと歩いて投げる。なるほど。そう、まああれ強いですからね、もう。あれさ、はい。いやー、これも。ハマるかハマんない。うまいっすね。いやいやいや、おわっと掴まれた。さあけどプラス、おーっと今のは完全に読んでた感じですね。はい、昇竜でこれが、はい、次がって感じですが、これも多分相当身内でやってるんじゃないかと思われます。まあどっちも竜とね、フォーク使わないからまあわけわかんないですね。あーっと真空ぶっ刺さって、一撃さんが一本選手、空達でめくって切り直し、まあ、やっぱりホークが近づくまで辛い感じなんでしょうね多分。まあそうっすね、
そうっすよね。はい、まあ、うまい。画面端はきついじゃ。おーっと、完全に一石さんガッツポーズ。ディスリが入るっていう。ここでターボベガ、やっぱりネットとかで調べるじゃないですか、スト2のなんかその情報とかを。ターボベガを調べたんですよ、時間が暇だったから。そしたらターボベガを褒めてるなんかコメントがほとんどないっていう。その中でなかなか厳しいんじゃないかと思うんですが、そうですね、一石さん、はい、ガッツポーズが止まらないですね。そうですね、もうこれどうしようもないさそうな感じだが、クライ投げで、あーっと、あれがめくりにならないですね。2つだったら喋れるかな、わかんないですけど。波動で画面端、これはおっと、裏当て、かっこいい。おお、すげえ。そうっす、うまいっすね。これ超どうでもいい情報なんですけど、今動いてるカラー両方ともラウールさんの色なんですよ。今日そうっすね、なんかちょっとお仕事が忙しいみたいで、はい、残念です、はい。さあ上が通らない。さあ中足が強い。いやー、これは強い。トネピーさんが勝って、次が、いや、なんか竜とか使ってダッシュブランカとやると波動拳、ローリングガードして波動拳打つじゃないですか。あれ今ガード間に合ってたじゃないですか。なんかあれ多分 X だったら当たってんじゃないですか、わかんないです。もう6番ぐらい。そうっすね。あ、やっぱりガードが間に合う。いやー、これはなんかキャミー側が結構どうしようもない感じなのかな。おっと、持ち上げ、いや、マジっすか。あー、これはもうちょっと、てかローリングマジ強いっすね。うわぁ。A4 さん。さあ、チュンリーステージで。いやぁ、これはきつそうだ。そうっすね。でもなんか、ザンギーちょっとすごいきつそうですね。もうなんかちょっと使ってる技、まあ僕も動画勢なんでよく見ますけど、なんかあんまり X と使う技は変わんないのかなっていう。ブランカガーが対空で使ってる技が、中盤とかでよくゴローさんがザンギー落としてるの見るんで。あー、ぴょって三段しっかり噛みつきで、A4 さん強い。あ、ブランカホンダだとホンダなんでしょうけど、ブランカ側がダッシュだとどうなんでしょうね。そうっすよね。まあ、スライディングとかってあんま意味なさそうですよね、なんか。電気が。うおー、すごい削った。上から、いやー、強い。ラウンド2が始まって、
うわー、うまい。ランランピオって、これは強い。次というか、やばいっすね。まあちょっと火力差もなんか今あるけど、そもそも触れるかどうか。効果していけない。ダーンブッシュが早い、はいはい、マジで上通んないですね。さあ歩いて投げる。ただ画面端にブランカ側が追い詰める展開ですね。あーっと、本当取ってないですよね。うわ、歩いて噛む。こりゃ、あーっと、いいですね。はい、これで。まあ、そうっすよね、本当。さま。けど結構あのダッシュの時とスピードが違ってるからまたちょっと違うんじゃないですか。ダッシュの速さだったらもうバイソンとか終わってますからね。こうなっちゃうともうどうしようも。無理だ。押し返した。おー、ピョッター、大逆転。ホールドなんですね。あ、そうだ、ナイバさん、あの、なんかちょっとこの勝ち抜き戦って、なんかロイヤルランブルっぽくないですか？これちょっと面白いですよね、なんか。はい。あーっと。そうですね、めっちゃ減りましたね。なんか2ラウンド目補正ってやつですか。さあ、3本目。小山さんがやっぱムエタイ打ちますけど、やっぱムエタイが使えるんですかね。あーっと裏回り電撃。これももう、いやーけどソニックが、まあけど、おっと落とした。あー残念。次が、ペコさんのエスケンデさんのエスケン対 A4 さんの D ブランカー。なかなか、どうなんすかね。は、はい。え、いや、めちゃめちゃ強いでしょ。はい。けどあの、ああいうチャッパーとかもうまいっすね、ちょっと。あー、はい。やっぱ足払い戦、あーっと。そうっすね、あと、やっぱなんかピオリとかの問題もあるんじゃないですか。ああいううちでもその後プレッシャーがかかるからみたいな。あーっと踏んじゃった昇竜。はい。歩いて噛む。なんであんなに俺がやると全然頭突きなんないんだけどな。おかしいな。うまいな。また歩いて噛む。昇竜落とす。あー歩いて。やばいやばい。あーまた噛む。これは厳しいですね。掴ませない。さあここはもみおさんはどこまで A4 さんのブランカに立ち向かえるのか。なかなか前向いてる。
出たはずない。あ、飛びがうまい。ここからいけるか。ここからいけない。さあ、A4 さんは対空がしっかりしてますよ。最後は大足払いきっちり。開幕大パンを入れる。大足転んで持ち足から飛ぶ。うわあ、うまいですね。何もさせない。足返しが振った。チャンスか。さあ、こっからさせない。さあ、もんで、おっ、もう一発。あー、おー、さあ、もみおさんが一本。さあ、観覧だね。ダイヤに出てまたローリング。いいや、厳しいな、やっぱり。これ回して飛びが入って、おお、歩いて、いい歩きがあったんだけど、どっかつかない。いやー、これ本当どうするの。さあ、こっからどうする。あら、あ、チャンス。さあ、さあ、持ち上げに光る。惜しかったですね。ではダッシュガエルですね。ガーベイの D ガエル、 D ガエル、 D ブランカ。あ、いきなり転ぶ。噛まれる。うわ、飛ぶんだこれ。これガエル有利じゃないの。これはガエル有利ですよ。ガン有利だよ。ガン有利です。全然そう見えないな、やっぱ A4 さんがすごいってこと。ただ A4 さんなんで。うん、最後は大キック。相打ちをしっかり取っていく。アイマクトニック、ボーリング前に飛ばせない。あー、飛びがうまいですね。噛むのは結構普通ですね。バウンドさせない。このまま2段。 A4 さん止まらない。さあ、猫よりも星を集めてもらいたい。さあ、 A4 さんこれに勝つとダッシュザンギさんの8連勝を抜いて単独トップに立ちます。さあ、 A4 さんは押させないようにするけど9連勝なるのか。波動も打たせてもらえない。しっかり対空。噛む。歩きがすごい。さあ、 A4 さん止まらない。ちょっと、ブランカの可能性を見せてくれる A4 さん。まあ、N 剣っていうのは珍しいですよね。そうですね、 N 量は割合見ますけど N 剣は本当に初めて見たかも。でもまあ、これもめくりから壊し一発入ればそのまま死にますからね。そうですよね。でもまあ、ブランカめくれないし。逆に裏も荒れてるし。さあ、あと一発飛び切りが入ると終わってしまう。あー、最後は噛みつき。ブサオ会長、何の会長かよくわかんないけど2発とするブランカ戦、なんとかなるのか。この組み合わせ意外と見ないんですけど、どうなんだろうな。くぐりもないし。いやー、 A4 さんのプレッシャーがすごいですね。あ、うまい、うまい。さあ、こっから、逃げない A4 さん。さあ、殺しに行く。ここは見習いたい。あ、最後中足。この辺の反応がやっぱ上手いですね。トニック当てて、もう一発。
なんだよ。いやーもう。何ちょっと足払いの日になってきた。やっぱ A4 さんの、A4 さんのプレッシャーになんかガイルがもう動かされちゃってる感じですよね。めくりは、めくったけどそっから続かない。最後は大キック。血のように赤いバルログで、みんなを血祭りにあげるのか。あ、でもこれだとローリングが、あ、入る、一応入るんですね。そうですよね。そんなのでやっぱり、バルログが、あ、投げる。これはどうするんですかね。バルログが、お、ピヨタ投げない。さあダッシュなんでピオリッチが高いですよ。裏から変わって、あれやっぱすごい。チャンスを見逃さない。投げる。ハイバーを受け身が取れないから、この組み合わせ意外ときつい投げが。あ、投げを通さないですね。あ、A4 さん反応がすごい。ポテスタもなんとか取りたい。あの一発、あ、最後は爪で飛ばす。3ラウンド目、お、一気に噛む。この後のフォローもうまい。さあ噛みついて、ローリングしたがりうまいですよ。うまいですよね。あれできないですよ。さあ、あ、小手さん、ここからどうする。投げる。もう一回投げないところだが。さあ熱いよ。ここからどうする。爪を拾った。サプラさんは命より爪がないというが、お手伝いはそうなのか。ああ、最後は前のところに爪。さあ A4 さんは10連勝です。次は花丸木 D 流、残りも数が少なくなってきた。こっから表現、勝利を決めて浮かして投げる。やはりこの辺は小鉄さんがうまい。穴を打たせない。決めた。このオリジナルは死んでいた。さあこの後逃げ切る。お、うまい。あの汗、あ、ピオリチ。ここから一気に持ってきたい。ここは攻めに行けないのも苦しい。最後、ハドを当てる。花丸さんも一本。さあ、勝負の3ラウンド目。遊べない。4段欲しい。最後はローリングクリスタルでお手つ。さあ紫のチュンリー、これ投げる。1通目一気に投げる。このままいくか。最後はイズラ。お手さん、あっという間に一本。さあ、こっちからどうする。またイズラ。爪を2回打
入れて背中蹴りから投げる、やめれない、一気に小手さんが連勝、連勝、白い目がさっきも見たけど、さあターボで、あー最高投げる、こうなっちゃうと目が苦しい、やばい、これはわからない、投げたい、あーっと残念、なかなかこれ、ね、防具最後に持っていければとは思うんですけど、そうですね、けどやっぱりあの小鉄さんクラスになるとガード方向分かっちゃうんじゃないですか、分かんないですけど、させてくれませんね、はい、そこに行かないですね、往復最高っていうか、はい、往復バルログなのかこれは、ですごい、マジっすか、いや俺絶対ないと思う、はい、さあレオさんがそれを見せてくれるのか、あけどなんかあの今日が崩れちゃうんですね、最後とかで、わーっと当たって、はい、さあと確かにハズラさんもあの評判の日じゃねえのって聞いたら、はい、ここまでが大変なんだよって、あーなるほど、評判になかなかいけない、おーっとうまい、すーごい、でも最近はい、背が強い人多いですからね、そうですよね、なんか、はい、最高投げる、で確かに、あーっとピュッタ、このままあれ、あっとコンボが、さあ大決める、さあではナイトでも溜まった、おっと刺さって一回は逃げれる、さあお互い入った、おっと言ってさあ始まる、わからない、おーっとうまい、これでタイで最終戦、最後、はい、投げる、投げて、受け身は取っておる、投げて、うわーすいましたね、ユータイ君は失敗、ダイビング、すごいなぁ、ピオナンが入らない、3段からこれピオナない、あーっとうまい、これでこうやって、あのこのまま行くと一番最初に戻ってやってくるので、あの一応そういうつもりで最初の方の人は準備しておいてください、はい、いなかったら飛ばして呼びます、まあ、そんなこと言ってる間にご手伝いできない、半分減ってた、はい、さあここからローフル、スライディング刺すのうまいっすね、これも結構困りますよね、そう、あーっと一之助投げる、このまま表現、さあ行った、行くのか行かない、あーうまい、サマーで切り返す、藤田さんも負けてない、さあ上から投げて、投げて、投げる、受け身がない、ま、受け身がないから苦しい、まだ、すかして投げて、これはきつい、しっかり2段、大サマーサラブルにきっちり爪まで入れる、さあ3ラウンド目、歩いてくぐる、くぐる、すごいですね、あっとピョタ最大なのか、おっとすかして投げる、恒例で4連勝、次これで一応これで1周目終了、1周目終了というか1周終了です、でフーリガン勝ったら投げる、勝って投げて、キャノン決めて、いやー爪が痛かった、おーっずっとスパイラルの空振りを投げる、やっぱこの辺まで来るとそういう隙を見逃さない、
すごい、コンテナ三段。いやー、これは分かんないぞ。逃げられない。いやー、苦しい。でこれで逆に11連勝までいったらあれですか、小鉄さん優勝ってことで終わりでしょ。そういうことになりますね。はい、そうか、小鉄さんが負けるまでもう、はい、朝までやるか、朝までやるか小鉄さんがどこまで行くのか。一応頭に戻って湘南さんの、X 竜ですね、めくり立つ町に波動拳。さあこれがわからない、わからない、これは厳しい、これは厳しい。あーうまいな。いやーピョった三段しっかり。爪が波動の出際に勝利を当てて、いやー混ぜていた。5連勝、次が回転休養さん。あ、ごめんなさい、5連勝じゃない8連勝してた。さあこのまま小鉄さんが A4 さんの連勝を抜いてしまうのか。あーこれが、この流れがきつい。投げて、はい、わかりにくいですね。いやーわかんないですね、わかりにくいですね。開幕のあの大詰めがまたあれですね。下の通常技からキャンセルで上に行く、しっかりかかん、投げたい、投げ、これで9連勝、次はダッシュダンギターの連勝なんで、これで勝つと小鉄さん並びます。そうですね、はい、ただダッシュダンギターも先ほど8連勝と、そうですね、大活躍されてますんで、はい、ただこれはきつそうだ。上から上から爪が降ってくる。いやーきそうだ。あー小鉄さん強いですね、はい、おおやばい、止まれた。大足埋めてずっと大足スクリュー。ワンチャンの生かし方がすごい。もう一回この台全部持ってきますからね。そうですね。あら、今のただバルログがかなり完封している感じ。完封。おっと。あと、まずい。これは。うまい。うまい。やばい。やばい。あー。締めたのは、ダッシュザンギさんのダッシュザンギでした。というわけで、はい、A4 さんの10連勝が、最高最高記録ということで、おめでとうございます、はい、おめでとうございます。じゃあ A4 さん一言お願いします。はい、 A4 です。ダッシュランキー最強ですね、やっぱりね。なんか一応さ、ダッシュランカーは結構ダッシュのキャラの中では、まあ、強い方の部類に実は入ってるんで、結構
ローリングとか、あと通常技も強いのがあって、割と戦えるキャラなんで、今回はネタが違ったということで、走って戻ったんですけど、まあ、今後ともちょっとイベントがあるときは、最初に来ようと思いますので、よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。A4 さんに大きな拍手をお願いします。はい、長い間ありがとうございました。はい、ありがとうございました。じゃあ、引き続き対戦をお楽しみください。